に、いつもありがとうございます。司会の方から簡単にという話がありましたので、多くは、申し訳ません。国会会期末、6月20日ですけど、平日だけを数えると18日しかありません。そこで働き方の改革をはじめ、TPP、そして民法改正など、上げていかなければなりません。立ち止まっている時間ありませんので、しっかり頑張っていきたいと思います。また、来年統一選挙に向けて、皆さんのお力添え、どうぞよろしくお願いいたします。